レウトフはロシアのモスクワ州の町である。モスクワの東に位置する。人口は87,314人、76,805人、68,326人、5200人である。レウトフの創立の正確な日付はわかっていないが、多くの歴史家は1492年から1495年の間であると考えている。 17から18世紀には、レウトフ村は、ツレーニン港とバーシリードルゴルコフ公の支配下に置かれていた。18世紀初め、レウトフは、村になった。1709年の国勢調査では、バーシリードルゴルコフ公所有のレウトフの村が、記録された。1787年、村は、エヌアイマスロフ公に取得された。彼の治世下で、レウトフは裕福な土地になった。 19世紀の初めにマスロフは破産し、AM ポクビスネフ中佐の所有となり、彼は1824年に宝石工場を建設した。この工場で作られる宝石糸はロシアで最高のものになり、1831年のオール、ロシアンナショナル賞で金メダルを受賞した。その直後、ポクビスネフは土地と工場を売却した。1843年、 モスクワの商人、SA マズリンが土地と工場を購入した。彼は、レンガ工場、寄宿舎を建設し、宝石工場を再建して、徐々に、レウトフを工場の町にしていった。1955年まで、レウトフには、多くの人工衛星、大陸間弾道ミサイル、巡航ミサイル等の設計を行う NPO、マシノストロイエニエの本社が置かれた。 ウラジーミルチロ名が長く、これを引いた。モスクワとは、モスクワ環状道路とのソビフィンスコへ高速道路を隔てている。レウトフは、科学都市であり、記念日は9月の最終土曜日である。モスクワ州内の他の市や町とは異なり、レウトフの公共交通は、モスゴルトランスが運営しているが、郊外料金は適用されない。バラシ派により、 28台のバスが運用されており、以下とつながっている。ありがとうございます。